この番組は今日のスポンサーの提供だ。お送りします。はい、どうも皆さんこんにちは、マイスクリーム講師のデスノーリーさんまおんでございます。いや、もうなんかさ、最近さ天気やばくないっていうなんか一生曇ってるじゃないですか。もう最近ずっと気圧低くて、もうマジずっと頭痛いなみたいな感じで、割れそうなぐらい痛くて、でそれで先日ついに割れちゃって、本当に頭割れちゃったんですよ。何度かね、業者の方お呼びして、まあ直してもらったんですけど、最近はその頭直し屋さんもなんか相場が上がってるのかわかんないけど、なんか昔使った時よりもなんか高くなってんなみたいな。何これという感じで、今日はですね、何していくかと言いますと、まあ、タイトルにもあると思うんですけど、マークロックのタカさんとかね、コルレのマサトさんとか、クロスフェイスの小江さんとか、のあたりの方々とかね、よくお使いです。まあ、有名どころで言うと、みんな大好きな、その高いスクリームですよね、を出したい方々に向けて、出す時のポイントだったりとか、練習方針だったりとかを今日お話ししていければいいかなと思っております。そんな感じで、このチャンネルでは日々発声関係のお話とか音楽関係の話、あと歌ってみての動画なんか上げておりますので、まだチャンネル登録お済みでない方、ぜひよろしくお願いします。ということで、行きましょう。まずはね、一旦こういうシャウトのことだよっていうのを皆さんとシェアしたい、認識をシェアしたいので、一旦ちょっとこれご覧いただきたいんですけど。はい、まあこういうね、シャウトですよね。まあみんなさ、リンゴを思い浮かべてくださいって言われたら、赤い丸い果物を思い浮かべるように、スクリームっていうのを思い浮かべてくださいって言われたら、今のみたいな音を多分思い浮かべるんだよ。僕もそうなんですけど。っていうぐらい、これはもうなんか、スクリームオブザスクリームというか、王道を行くスクリームだと思うんですけど、でまあみんなこう、うわ、なんかかっこいいなと思ってこう練習をするわけですよ。でなんか、あーみたいな感じで、カラスみたいな声になっちゃったりとか、ってなんかこう、なんかまあスクリームなんだろうけど、なんかちょっと抜けた感じであんまかっこよくねえなみたいな感じに結構なりがちなんですよね。でなんかそれを頑張って試行錯誤してるうちに喉痛めるみたいなさ、これあるあるだと思うんですよね。まあとにかくなんか完全に納得できるサウンドになってる人ってまあ少ないと思うんですよ。これ大丈夫ですか？これうなずきすぎてこれ首取れてないですか？業者紹介しますけど大丈夫ですかでそういう状況が、それをなんかひたすらやってったからって突然好転して上手くなるとかって、まあ、基本ないと思ってもらっていいんですね。だからまあ、何かしら原因を見つけて、それをこう改善していくっていう、割と皆さん嫌いな作業が必要になるんですけれども、僕もね、そういうの嫌いなんですけども、まあそういう作業が必要で、でもね、そういう要因って、まあいろいろあるわけですよ。まあそれこそね、レッスンとかだと、その人に合った、あ、これができないとそれできないのでこうしていきましょうみたいな感じで組み立てられるんだけど、まあ動画なんで、まあ一方通行なわけなので、今回はまあ高いシャウトをやっていきたい人々に向けて、人々で、やっていきたい方々に向けて、まあこの辺は抑えておかないと、まあなかなか多分習得難しくなっていっちゃうから抑えておいた方がいいよねっていうところを、ご紹介していけたらなと思っております。で、まあ早速その内容なんですけれども、先日僕ね、こういうツイートを、させていただいたんですが、読み上げてみると、はい、高いシャウトを極める、全シャウト共通して極めるのは難しいが、ハイも同様、多くの人は余計な抜け感が出てしまい、まあさっきの話ですね、なんかしっくり来ないになりがちですってことで、この辺チェックしてください。要チェック。舌や口角などの可動域が狭い。丸に、芯のある裏声が苦手。ベタなのはこの辺が原因になってるかも。っていう感じで改善すべしってことなんですけれども、まあ、この辺はとりあえず採点が欲しいなっていうのを思いついたのをこれ二つ並べてるんですけど、じゃあまず、丸一に関してなんですけれども、これどういうことかというとですね、口腔ですよね。とかまあ、口周り、ベロとかも全部含めて、自由にコントロールできますかっていうことなんですよ。例えば、狭くしたり、広くしたり。ね、こういうコントロールが自由自在にできるかなっていうところなんですよね。例えば、これちょっと試してみてほしいんですけど、口あーって開けてもらって、腹話術みたいに、あ、い、う、え、お、か、き、く、け、こ、か、き、く、て、と、か、き、く、て、と、とか、こう、口を一定の状態で保ちながら、まあこれ今適当にあーの口でやったけど、まあ、とにかくこう、それぞれの部位を分離して、どっかにどっかが釣られたりとかせずに、それぞれを自由にちゃんと動かせますかっていう、自由度高いですかっていうことなんですよ。例えばさっき僕がやったみたいな、この口開けっぱなしで、喋ってみるっていう動作の時に、口角がちょっと緩むとか、動くとか、うまく発音できないとか、そういうなんか症状がある人っていうのは、まだまだね、その口周りを鍛えていく価値がめちゃくちゃあると思います。まあ、
このね、例えは1個の例えなので、他にもね、いろんな、動きの要素っていうのはあると思うんですけど、でね、なんでこういうのが必要になるかっていうと、結局、歪みとか、その共鳴の仕方をコントロールするのって、結局ここで行うんですよね。例えばさ、ローだったらさ、広めに共鳴区を取って、まあ、その太い音を響かせていくっていう、のが必要になる。基本的には必要になるし、逆に高いのだったらその逆ですね。結構、グッとこう、狭いような、まあ、割とこう、絞り上げるっていうのに近いような感じの操作が必要になるので、ここの落差っていうか、ここのコントロールは結局欲しいわけなんですよ。うわーおみたいな、こういうのもまあ、かっこいいんですけど、うわーおまあ、こういうのを結構みんな出したいわけじゃないですか。かっこいいスクリームって言われた時に結構みんなが出したい系だと思うんですよ。どっちかっていうとね。だし、これは大は小を兼ねるじゃないんですけど、まあ後者でやったような、まあ細かめのスクリーム、今日テーマとしてるようなスクリームが出せると別にこの辺の結構抜け気味のやつとかは別にできるんですよね。抜け気味のやつができても、こういうすごく細かい、粒子の細かい繊細なやつはできないんですけど、逆はできるんで。っていうので、この辺の動き方っていうのは非常に大切な要素の一個なので、まだなんかここ、うまく自由度効いてないなっていう心当たりがある人は、コントロールする練習をしてみるといいんじゃないかなと思います。次、二個目なんですけど、裏声が鍛えられてるっていうのは、まあこれめちゃくちゃ大事なんですよね。まあ皆さんなんとなくわかると思うんですけど、ハイのスクリームって基本的には裏声ベースで出している。ことがほとんどなので、まあ裏声の完成度にもそれは比例するよねっていうお話なんですよ。まあその器がさ、しっかりしてないとそれが歪んだところで、ちょっとしょぼしょぼになっちゃうよねっていう感じ。まあルフィがゴムゴムの実を食ってるから、まあ強いのであって、ウソップが食ってたらちょっとネタ要因になりかねないじゃないですか。多分そういうこと。多分そういうことです。まあ、芯のある裏声感っていうのが大切っていうところなので、フォーセットっていうよりは、な感じが、どっちかというと欲しいかなっていう感じですね。で、これにあたってもう一個大事なのが、母音で裏声出せますっていうとこ、ちょっと実は大事だったりするんですね。まあ、普通に裏声で、はぁ、はぁっていうね、発音だったら出せると思うんですけど、これ、あぁっていうこの母音で出せる人ってなると、結構グッて落ちるんですよね、確率が。もちろんできる方も多いんですけど、まあできない方もね、結構多いんですよ。これ割とスクリームにおいてとか、芯のある裏声出す時において結構大切なことの一つなので、できない人これ練習してほしいのと、それに付随して、まあ芯のある裏声出して、10秒以上ね、長く出したいです。ロングトーンできるかなっていうのも、ちょっと欲しいです。まあ、どんなに最低でも5秒は持たせたいです。とりあえずね。まあでも、まあ10秒持たせたいわけなんですよ。多分、これで10秒とか10秒ちょっと多分持つのも持ってなかったらごめんなさい。でめっちゃちっちゃく出したらそれ持つので、割としっかりこう音量が出た状態で。で、節約とかはそんなに考えずにしっかりとした音量で出したいなっていうのが、まあ必要要件なんですね。まあこの辺もね、できない人ね、挙手。ね、できない人ね、多いと思うので、肺のシャウトの上達につながりますんでね。ぜひこれも練習してみてください。という感じで、以上2点、ご紹介させていただいたんですけど、多分、高いスクリーム煮詰め切ってる人、極めてる方々に、これ、はい、やってくださいって言ったら、多分、あ、いいよ、つって、多分、できると思います。まあ、高いスクリームが極まってる人たちが、できる動作を、まあ、できるようにすることによって、逆説的にそっちに近づこうっていう、まあ、そういう手法ですよね。まあね、冒頭にも申し上げた通り、今日ご紹介した2つ以外にも、様々な要因が人によって、発生してくるんですけれども、今日の2つっていうのは、割と万人に共通しやすいものではあるので、練習する価値非常に試していただく価値非常にあると思いますので、ぜひ参考になりましたら幸いです。という感じでね、今日の動画良かったよと。いう方、ぜひグッドボタン、それからあとチャンネル登録お済みでない方も、ぜひね、これを機会にチャンネル登録よろしくお願いします。魔法がお送りいたしました。バイバイ。やべ、全然ボケてね。やべ。怒られる。